皆さんこんにちは。今回は効率のいいレベリングのやり方最新版ということで、現環境で効率よくレベリングするならどうしたらいいかっていうのをちょっと説明します。その前に、始めたばかりの序盤の初心者とかは、序盤でいきなりレベル70いく方法とか、そういう動画を作ってあるので、参考になるかわかんないんですけど、その動画のリンクを動画説明欄に貼っておきます。まず効率のいいレベリングのやり方を説明する前に、レベリングの目的についてちょっと話しておこうと思います。強くなりたいなら、レベリングするより、熟練っていうのをやった方がいいんですよ。熟練とか熟練度スキルってやつを上げた方が圧倒的に強くなれます。プレイヤーレベルって1上がっても攻撃力が1とか、防御力が1とか、HP が200とか、それくらい上がるだけなんですよ。でも熟練度スキルって上げてくと、例えばこの武器の知識っていうのを上げると全武器でこれあるんですけど、これ全武器で上げればどんな武器装備してても、この分ステータスが常に上がってる状態になって、で、この武器の知識っていうのが盾以外の7つの武器にあるので、5% が7つ分で 35% も攻撃力が上がった状態になるんですよ。盾は盾の知識っていうやつで、防御力が最大まで上げれば 5% 上がるやつなんですけど、その他にも攻撃力が 10% 上がる、片手直剣ならこの剣の極意ってやつだったり、とにかく普通にレベル上げるよりはるかに強くなれるんですよ。この熟練度スキルとか、熟練度レベルっていうのも上げれば、盾以外のこの7つの武器どれか1上げれば攻撃力が1上がり、盾で1上げれば防御力が1上がります。このさっき言った武器の知識ってやつを全武器で最大まで上げるのが、まず強くなる一歩になるので、これ習得条件の一つが片手直剣レベル25ってなってるんで、全武器25以上にした方がいいっていう話なんですけど、それについては効率よく強くなる方法っていう動画を前に作ったので、その動画のリンクを動画説明欄に貼っておきます。熟練上げのがいいって言いましたけど、プレイヤーレベル上げる、レベリングとその熟練度レベル上げって、並行してできることはできるんで、熟練についてはこの武器熟練度とはっていう記事を、動画説明欄にリンク貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。じゃあレベル上げする意味ないかっていうとそうでもなくて全然。一番の目的は、武具の装備可能レベルに達するためにやるっていう感じですね。この動画出てる時点では、このゲームで一番強いのが、ヤシャインテグラルシリーズっていうこの最強武器なんですけど、その下にも161とか141とか、なんちゃらインテグラルシリーズって呼ばれてる、超強い武器があって、このゲームのやり込み要素の一つになっていて、そういうのがあるんですけど、大体の人はそれのためにレベル上げします。今はストーリー進めるだけでめっちゃ上がるんですよ、レベルが。ストーリー進めると勝手にメインクエストっていうのが達成扱いになって、で、クエスト達成の報酬として経験値がもらえるんですよ。そういう報酬経験値でめっちゃレベル上がるし、レベル上げって単純にステータスを上げるためにやっても全然いいんですけど、強くなるためにまず必要な、そのさっき言った熟練度スキルを上げるのに必要なこの極意の針弁章っていうのがレベリングで稀に出るんですよ、ドロップとして。出たり、この武具錬成ってやると強くなれるんですけど、この武具錬成やるのに必要な金属片っていうのが、階層フィールドでレベリングしてればドロップすることがあるので、ただ、そのずっとレベリングしててもあんまり強くなった感じしないんで、強い人からすると、もうレベリングばっかしてると、そんなで強くなれるわけねえじゃんっていう感覚なんですよ。一応レベリングするのは全然いいことではあるんで、やらないよりやった方がいいですけど、強くなるならもっと他にいい道があるよって話で、レベリングもその強くなるために必要なことは全然もういっぱいあると思うんですけど、全然必要です。これが必要になったり、熟練上げたかったらやったりとか、いろいろあるんですけど、何のためにやるのかって分かっててやんないと、効率よく強くなるには微妙になったりするんで、とにかく、いろいろ分かってる上で、レベリングした方がいいと。あとは各サーバーに10分おきに、階層フィールドに現れる、このラグーラビットってやつ、ウサギのモンスターなんですけど、これ武具錬成する上で狩るのが必須になるので、そういうのもやっぱレベリングの利点っていう感じですね。でもやっぱり今の環境だと、
強くなるならボス周回の方が効率がいい感じがします。で次にレベリングの基本についてちょっと解説しようと思うんですけど、レベリングの基本はサブクエストです。メニュークエスト未受注クエストってやると、まあ、やってないサブクエストとか出てくるんですけど、まあ、一回終わったサブクエストだとこの周回っていうところを押せば、一度やったサブクエストのところに飛べるんで、まあ、サブクエスト受けてる途中だとちょっと飛べないんですけど、まあ、例えばこの野暮なことは言わぬが花っていう47層のサブクエスト、これで移動するっていうボタンがあるので、これ OK って押すと、まあ、47層の迷宮区前の方ですね、こっちに飛ぶんですよ。でこのまま引き受けるってやれば受けられるし、右上マップ押すとこれ全体マップになるんですけど、マップ上で普通の四角いアイコンじゃなくて周りに4つの三角がついた変なマークになるんで、これで倒せばサブクエストが進行すると。でこういう何々倒す系とか、何々倒して何々を集める系、こういうのってパーティー組んだ時にそのパーティーメンバーが倒してもこれ進行するんですよ。だから最大6人までパーティー組めるので、パーティーで大勢でやるのが一番効率いいんですよ。まあ、それについてはアクトさんの、まあ、6人パーティーがまあ一番効率いいっていう動画があったので、まあ、それ動画のリンクを動画説明欄に貼っておきます。あとはパーティーの組み方について前動画作ったので、それのリンクも動画説明欄に貼っておきます。で今の環境で一番レベリング効率がいいのはこの 47-2 の思い出の丘迷宮区前と 50-2 の魔導の公平迷宮区前なんですよ。ここで全部サブクエ受けてパーティーでずっと狩りしてるのが一番いいんですけど、始めたばかりの人だとちょっと実力が足りなかったりしてなんか狩るの大変っていう人もいるので、まあ、そういう人は、まあ、一つずつこういう階層下の行って自分の強さに合ったところでやるのがいいとは思うんですけど、俺は正直実力足りてなくて倒すのに時間かかったとしても普通にパーティーでやるのがいいと思うんですよ。 SAOIF やってる人って優しい人マジで多いので、野良パーティーでそういう感じで参加しても全然みんな優しいと思うので、本当に何も言ってこないと思うので、俺はそれで全然いいと思います。もうなんか文句言われたら抜ければいいから、そういうパーティーはもうみんなでそのね、楽しくね、雑談とかしながらでもゆっくりやってる人とかいるから、まあ、そういう人は大体優しいから、普通にその喋りたいからやってるっていう人もいるから、その休憩ありとかね、まあ、そういう風に募集してる人がいるので、まあ、そういうところはより入りやすいんじゃないかなって思います。今はね、そのレベルとかトータルパワーでは実力が分かりにくいゲームになってて、レベル高いから強いってわけじゃないっていうのはさっきちょっと言ったと思うんですけど、もうさっき言ったその熟練のスキルとか、もう何を上げるかによって強さって全然違ってくるんで、そのレベルが高いから強いとは限らないっていうの全然あるし、だからトータルパワーいくつぐらいとかレベルいくつぐらいの人がこの階層でとかは全然もう言いにくいんですよ。マジでわかんないから。まあ、だからどの階層がいいかっていうのも言えないし、やっぱり効率がいい47層か50層がいいと思います。まあ、その47層とこの50層、どっちがレベリング効率がいいかっていうのは、また後で動画作ろうかと思います。今回はちょっとそこまでは触れません。動画長くなりすぎちゃうと思うので。で、あと、その47層と50層って言ったんですけど、さらに上の階層の方がレベリング効率いいんじゃないかって思うかもしんないけど、まあ、始めたばっかの人は思うかもしんないですけど、55層以上はマジで強すぎるんで、モブが。で、これ55層実装時のお知らせまとめたものなんですけど、ここにハーフポイントとなる50層を超えたことで、ここからモンスターが一段と強くなりますっていう一文があるんですよ。まあ、ここからは本当に強い人用っていうか、まあ、なんか初心者用の階層と上級者用の階層みたいな感じにこれからなってくるんですよ、多分。っていうかなってきてるんですよ。まあ、だからもう55層以上からは階層フィールドのモブがべらぼうに強いので、始めたばかりの人はマジで歯が立たないと思うん でやっぱりこの階層フィールドのモブが強すぎてパーティー募集しても人が来ないんですよ。これパーティー募集って左上のプラスボタンからできるんですけど、これ募集ってできるんですけどマジで人来なくて、強い人は全然55層以上でもいいんですけど、まあ、今回は50層以下でやる場合の話にします。
まあ、あとはこのパーティーで組んでレベリングしてるときに狩り場が混雑してきたら、まあ、サーバー変更っていうのをするといいんですけど、サーバーの変え方については前に動画作ったので動画説明欄にそのリンクを貼っておくので、よかったら見てもらえればと思います。まあ、あとはモブが大量に湧くアサルトっていうイベントがあるんですけど、まあ、このアサルトもこの経験値大量獲得イベントって書いてある通り経験値稼げるイベントなんですけど、これで全然レベリングできるんですよ。できるんですけど断然サブクエストのがおすすめです。俺はね、このアサルトってコルがドロップしないんですよ。このメニューシステム設定詳細設定ってやって、このチャットっていうところを押して、このシステムログの出力っていうのをオンにすると、このセイチャット、この左下のやつ選ぶと、これセイとかパーティーとか選べるんですけど、このセイチャットのところにモンスター倒した時にこれドロップログが表示されるんですけど、これ階層フィールドのモブ倒すとここコルがドロップしてると思うんですよ。でもさっき言ったアサルトっていうイベントではコルがドロップしないんですよ。今の環境ってマジでコルが足りなくてやばいので、いろいろコル使うんですよ。まあ、そういう点でもちょこっとおすすめできないっていう感じはあるんですよね。まあ、イベントってそのイベントでもらえるアイテムっていうのがあって、そのイベント報酬ってやつ、メニュー、アイテム、強化交換、限定アイテム交換ってやると、これイベント周回で得たアイテムと好きなアイテム交換できるんですけど、こういう感じに、まあ、こういう交換報酬とか、まあ、イベント周回してるうちにスコアっていうのが溜まってって、その溜まったスコアに応じて報酬がもらえるスコア報酬っていうのあったりするんですけど、まあ、そういう報酬取り切るまでは全然アサルトっていうイベントいいと思うんですよ。レベル上がるし、まあ、経験値もらえるんで、まあ、レベル上がるかは知んないけど経験値はもらえるので、まあ、レベリング目的じゃなくて純粋にイベントやりたいとかそういうのなら全然いいと思うんですけど、俺は階層フィールドのモブ狩り派です。サブクエストの周回派です。あとはディフェンスバトルっていうイベントが来た時は、イベントでモンスターを飼った時に一定確率で極意のハリビンショーがドロップすることがあるんで、でまあ倒すと経験値ももらえるし、ディフェンスバトルで経験値稼ぐっていうのも全然いいかなと思うんですけど、やっぱレベルだけ上げようって思ったらサブクエストの方が断然効率いいです。あと階層フィールドでのレベリングは武具厳選っていうのができるんですよ。武具を生産した時にこのランダムボーナスっていう数字がつくんですけど、これついたやつ装備してると、装備してる時にこのボーナスの分だけステータスが上がるんで、そのボーナスがいい数字出るまで何回も生産することを武具厳選って言うんですけど、ストーリー終わった人はまず武具厳選やるといいよってよく言われるんですけど、まあ、そういう人はその素材とコルが必要なんですよ、生産するから。階層フィールドモブのドロップアイテムが必要なので、まあ、そういう人もやっぱ階層フィールドのレベリングがいいと思います。まあ、それについては武具厳選について解説した動画前作ったので動画説明欄にリンク貼っておきます。まあ、効率よくレベリングする方法は大体それくらいですね。その47層50層ですね。47の2、50の2でやるのが今のところ一番いいです。まあ、やっぱ俺も55層以上は敵が強いので、まあ、めんどくさくてまだやってないんですけど、この動画出してる時点ではもう85層まで出てるんで、もしかしたらこれもめっちゃ効率いいかもしんないんで、まあ、いつやることになるかわかんないんですけど、いずれそれやって効率いいなってすげえ実感あったらまたそれ動画にしようかと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。